昨日は宮城労働局の親家 A 作局長から阿部町商店の阿部紀子専務にエルボシの認定書が手渡されました。エルボシは女性の活躍に取り組む企業を2016年から国が認定しています。気仙沼市に本社を置き水産加工や観光ホテルなどを手掛ける阿部町商店は従業員619人のうち286人が女性です。 女性の採用や継続就業、労働時間などの働き方、それに管理職比率の4項目について評価を満たたししました働きやすさがこういうふうにお認めいただけたというのであれば、私どもも自分たちの強みが他の方の参考にもなればいいな県内では15の企業が l ル s の認定を受けていて、安倍町商店は気仙沼市で初めての認定です。